はい、どうも皆さん、こんにちは、レイです。モフちゃん、始まりまーす。はい、本日2本目に突入しました。4時間前にグランツをやったんだけどね、一応出しとこうか。はい、こちらグランツやったんだけどね、サムネ出しとくからこっちにずれるわ。ご覧いただいた通りわかると思うんですけど、量減ってるでしょ。これ、ハイボールとロッカーの後やってね、じっくり吟味したんだよね。そこら辺の細かい評価は、まず1本目にやったこのグランツを見ていただければと思います。はい、すげて、今から出るのお前じゃないんだわ。話戻すんだけど、1回目のテイスティングが終わって4時間ぐらい空けるとね、また元に戻るんでリセットされるんで、この理論は勝手に自分で決めてるだけです。4時間空けたら大丈夫。実際いろんな実験を重ねてきて3時間で試してみたんですけど、そうするとね、やっぱあんまり冴えないんですよ。で、3時間半はどうだと、3時間半でもちょっと微妙かなと。ところが4時間目になった瞬間に、あ、元に戻ったわと、明らかに違う感じがあるんですよね。一発目でやるのと変わらない味覚にちゃんと戻るというか、しっかりと肝臓が仕事を完了してくれてるのか、僕の体は4時間っていう結果が出たんですよね。結果が出てるわけじゃないけど、分かった、体感できた。実際30分おきに実験した内容なんで、実は3時間45分とかでも平気なのかもしれないけど、ブレるとこのチャンネル全く意味をなさなくなっちゃうんで、4時間っていうのは守ろうかなと思ってます。そんな中、僕が今日紹介するウイスキーはアメリカンバーボンになります。はい、それがこちらになります。せーの、じゃーん、かっけー、ワイルドターキースタンダード。ワイルドターキーかっけえだろ。この鳥ちゃんがかっこいいんだよ。鳥ちゃんとか言って七面鳥なんだけど、ただのね。皆さんご存知ですよね。こちらのスペックパーン、こんな感じになるんですけども、アメリカ、まず国はアメリカです。モルト&グレーの内容量 700ml、 アルコール度数はこれは 40% になります。それで価格帯はこれぐらいですね。名前がもうワイルドっていうぐらいだからね、もうアメリカのウイスキーだなっていうのがなんとなく悟れますよね。だいたい平均で1900円込みぐらいで買えると思うんですよ。でも一回めっちゃ高いところがあってね、なんか2800円とかで売ってたんだよね。同じ 700ml だよ。それも昔のボトルとかじゃなくて現行品でそれぐらいの金額で売ってたんだけど、おそらく8年とかと間違ってんじゃねえかなって感じですよね。あ、ごめんごめん、今そんな8年の話出したんだけど、これ閉じてサムネパーン、過去にやった動画になるんですけど、これがまず最初にやったワイルドターキー8年の動画になるんですけども、順序がなんでこれが先なんだって思われてる方いらっしゃると思うんですけどね、ワイルドターキーって言ったら8年の方が印象が強いんではないでしょうか。少なからず僕は今回紹介するこのスタンダードと、あとライトがあるんですけど、それよりもこの8年なんですよね。8年の方がラインナップ上一番ワイルドターキーだっていう感じがするんですよ。分かる方いるかな。このなんとなくモヤモヤした気持ち分かる方いらっしゃいましたら、コメントで熱弁してくれ。それでこのワイルドターキーの細かい説明は間違いなくこの8年でしてるので、まずこちらを見てください。っていうのもこの動画で説明するのめんどくさいんですよ。もう皆様1年以上僕と付き合ってる方は分かると思うんですけども、いかにこの人間手抜きができるかっていうので勝負をしてるんで。いやいやいや、あかんあかんあかん、そんなことはないんだけどね。たまにはそんな感じで手抜きさせてってぐらいな程度でいいんだわ。なのでまだ見られてない方や忘れてしまった方、もう一回興味があるから見たいよって方はぜひ見てください。ただね、このワイルドターキー8年を最後にちょっといけねえ飲み方をしてる動画なんで、そこは目をつぶってやってください。別に初期じゃなかったんだけど、個人的に好きなボトルだったから、もう思いっきり贅沢で飲みてえみたいな感じで飲んだんですよね。くれぐれも自分で一番美味しく飲める許容量を守ってください。ということで、こちらサムネイル閉じて今から開封していきたいと思います。開ける前に一応この商品の特徴だけ簡単に話しとこっか。こんな感じになるんですけどね、これは8年と違ってアルコール度数が 40% まで加水されてるものになるんですね。それであの8年はもちろん名の通り8年以上の原酒のみを採用してるんですけど、これはね、5、6年、7年ぐらいだったかな。まあ、それぐらいの間のものを主に使ってるみたいなんですね。なのであのワイルドターキー8年で感じられない若いフレッシュさとかを感じ取れる可能性があります。逆に年数表記がないだけに、そこの縛りがないんで様々な原酒が使えるんで、うまかったりするケースもあるんです。なので今回はそれを信じて開けていきたいと思います。さあ、下からなんだよね。こっから開けます。せーの。なぜここから行く、これ。そうそう、これこれこれ。それでは開封していきたいと思います。せーの。おー、来ました。入れます。ちょっとサムネにするから引くね。こんな感じかな。ここら辺の角度から慎重に入れていきたいんで、ちょっとここからこう上に持っていくわ。入るかな。あ、入れながらこう上げていけばいいのか。で、顔も作んなきゃいけねえんだよな。ここら辺でここまで上げられるのね。オッケー。よし、いきます。カメラ目線で。あー、やべえ、めっちゃこぼれた。もうダメじゃん。難しいな。まあ、やっぱこれ見ながらやれば。はい、こぼりまくりました。最悪です。動画のためにこんなウイスキーを無駄にするやつは冒涜ですよ。やべえ、今どんな感じになってるか床取るね。本当に俺がバカなことやってるってのが分かる絵だから。
はい、こんな感じになってます。もう何やってんだか。もうここで遠くの香りレビューしていいですか。あちゃー、もう本当にやってしまったわ。これでテイフォーカー続出やん。こんなことばっかしてるからきっとダメなんだよ。とりあえず掃除すっか。はい、コロナ対策が完了したってことで、それでは香りからいきたいと思います。もうこれ鼻近づけないでいいよね。今そこからさ、床から香ってきてたんだけど、バニラ。次にエステリー、あの、溶剤関係の香りですね。掃除してて思ったんですけど、本当にバーボンらしい香り、ザ・バーボンって感じですね。遠くからでもしっかりとわかりました。まあ、あんな感じの条件だったからそうなのかもしれないけど、そういうことにさせてください。それではグラスを近づけたいと思います。アルコールの刺激はないんですけども、エステリーが一番最初に来ますね。まあ接着剤になりますね。その後にコーンですね。穀物の強いガツンとコーンですね。コーンの後に強いバニラの香りで、それでナッツの香りもついてきます。キュウリっぽい香りもしますね。キュウリっていうか冬瓜かな、冬瓜の匂いですね。で最後にチョコレートですね。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。香りで感じていたアルコールはそんなありませんね。甘さが強いです。これもバニラの甘さなのかな。バニラとあと蜂蜜の甘さがやってきます。その後に力強いバーボンらしい特徴のエステリーですね。意外にも飲んだ直後ではないんですけども、少し時間が今経ってるんですけども、柑橘系ですね。グレープフルーツの皮ら辺って感じの香りというか味ですね。そうです、苦味ですね。甘いんだけども苦いって感じでした。それではこちらトワイスアップにしていきたいと思います。次持ってきたんで入れます。あんまり色は薄まらないかな。強いのかな、やっぱり。香りからいきたいと思います。おお、めちゃめちゃ強いコーンですね。原料ファルコーンパンチって感じですね。まあファルいらないんだけどコーンです。その後に甘いバニラで、メロンなのかな。メロン、冬瓜からメロンに変わりましたね。でメープルシロップですね。ストレートで感じた蜂蜜がいきなりメープルシロップに加勢されたことによって変化してます。チョコレートは変わりませんね。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、ああなるほど、ごちそうさまでした。真っ先に来るのが酸味です。柑橘系の皮の苦味と酸っぱさですね。その後に甘さが追いかけてきます。チョコレートですね。チョコレートの後にナッツでバニラと続きます。で意外にも加水するとバーボン特有のエステリーさっていう味わいはなくなって、最後にコーンですね。原料由来のコーンの風味が余韻として抜けてきますね。ピートさはなかったですね。そんな感じでワイルドな七面鳥でした。それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。はい、65点でした。65点の理由なんですけども、良くも悪くもこちら力強いバーボンですね。若さなのかわからないんですけども、とにかくビリビリはしないんですけども、力強さがあります。ボディも強めで甘さも強めでしたね。ただしその分若々しいがゆえの苦味だとか、まあビター感ですね、ビター感と酸味もついてきました。このワイルドターキーのワイルドにかけた名称の個性なのかなっていう感じで捉えてもらえればいいのかと思うんですよね。うん、ノンエイジだから逆にこんな感じでいいのかなと思います。で2つ目、これも良くも悪くもめちゃくちゃバーボンっていう味わいですね。これザ・バーボンって言ってもいいかもしれないですね。アメリカのバーボンって言ったらこの七面鳥ワイルドターキーだろうって。基本的に僕が一番バーボンらしいと思ってるものがこれなんですよ。っていうのもこれ風味で何度も言ったんですけども、エステリーさが強いんですよね。これはバーボンに多く見られる特徴の一つで、それを味わいたい方はこれを手っ取り早く買ってもらえればできるんでいいかなと思います。バーボンブレンデッドウイスキーシングルモルト、どれにしようかな。でもバーボンってどんな味なんだろう。あ、飲んでみたらやっぱ全然違えだっていう感じになると思いますよ。なので新境地に行きたい方はこれいいかもしれないです。それで3つ目、個人的にこのラベルと名称が好き。ワイルドターキーって名前かっけえし、この七面鳥もなんかね、間抜けなんだかかっけえんだかわかんねえんだけど、まあとにかくなんかね品があるんだよね。見てくださいよ、これかっこいいと思いません？ラベル、ワイルドターキーってこの筆記体もかっこいいしさ、オールドボトルの鳥なんかもっと怪しいんだよね。角度的にすんげえこんな感じで見てんの。あ、こんな感じで真横になっちゃったわ。こっちから見よっか。こんな感じ。
わかんないよね。まあ正面を向いてる鳥みたいな感じですね。4つ目、ボディが厚いことからトワイスアップ加水ですね。あとロック、ハイボールにしても薄まらない強さがある、力強い、もう拳って感じなんで、飲み応え重視の方は非常に重宝される一本だと思うんですよ。ただ単純にあれーって薄まってくようなタイプじゃないんですよ。こいつは沈まねー、入れても負けねー感がパネーんですよ。そんな様々な飲み方に対応できる味濃いボトルがこのワイルドターキーですね。そんな感じが僕の点数になりました。評価としては65点なんで間違ったボトルではないです。で、今日8年も一緒に用意したかったんだけど、前の動画で話したんだけど、ネオに壊されてしまったんですよ。テーブルに置いといてちょっと目を離した隙に落とされてしまって、真っ二つにバーンと割れちゃったんですよ。もう信じらんないほど部屋中がワイルドターキーの香りになったのはね、まあここはいいことなんだけど、これをいいっていうのはやばいやつかもしれないんだけど、俺は好きだからいいんだけど、切なかった。あと簡単に区分分けすると、ワイルドターキーは年数が上に行くにつれてマイルドになるんで、マイルドターキーですね。こいつがワイルドかな。もう8年からマイルドターキーでいいですよ。ワイルドに行きてっていう方はこのノンエイジまたはライに行ってください。私はマイルド派だなっていう方は8年13年レアブリードとかそこら辺に行ってください。とは言ってもバーボンをこれから始められる初心者の方がこれを飲んでも大丈夫です。それもストレートで言ってもらって構いません。また一つかっけえ男になれっから、バーボン飲んで皮を一つ破いてくれ。繊細系なおしゃれなウイスキーが好きだっていう方もたまにはこうやってワイルドな気分になってくれよ。ありかと思います。それでは本日はワイルドターキースタンダードの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立って面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録忘れずにお願いします。この後おまけ動画ありますので最後までよろしく。それでは See you。 かっけえからってこういう風にラッパ飲みしちゃあかんで。Thank you.